エミリー、エミリー、エミリー、エミリーチャンネル始まるよ。みよん。こんにちは、エミリーの友澄です。さあ、今日なんですけれども、彼氏が欲しいです。わかります。モテたいし、ね。出会いも欲しいし、成功したい。成功ってのエロフの成功ですか？違う。失敗成功の方。なるほどね、すみません。成功したい。どっちも取れますもんね、今の流れから言うと。そうなんですよ。よかったです、誤解が解けて、ね。で、結局、今の出会いの主流って何なのって聞いたら、もう結局やっぱ、いろんな人に聞いたけど、やっぱマッチングアプリなんですよ。もうどれだけ私、リアルで、もう自分の足使って調査したんですよね。いろんな OL さんに聞いたりとか、友達のリア友のね。足使ったんですか？足使って聞いたよ。走り回って。うん。聞いたの、いろんな人。はいはい。そしたらやっぱ、マッチングアプリって言われたから。なるほど。で、この間、マッチングアプリって、本当にやってみようかなと思ってやったんですけど、うん、なんかまず初期設定で、なんか写真を登録してくださいとか、はいはい、なんかプロフィール登録してください、趣味とか特技とか一言 PR みたいなのとか結構むずくて、何書けばいいのみたいな。あれむずいですね。普通にむずいんですよ。プライベートとか個人情報さらしすぎるのも嫌だし、かといってなんか当たり障りない感じにしすぎて、うん、誰からもこうモテない、いいねもつかないみたいなのも悲しいし、あと写真もね、そう、写真もなんかキメキメで言ったらいいのか、それとも逆になんか普段っぽい感じの方がいいのかとか、うん、もう分かんなくなっちゃって、なんかバーッと調べてたら、なんかマッチングアップリ用の写真を撮ってくれて、でなんか文言とかも指導してくれるよみたいな感じの今風サービスを見つけて、今回マッチングフォトさんに撮影協力してもらってます、はい、だから今日は私がマッチングアプリを始めるにあたって、まずその写真とかをプロに撮ってもらう。一回エミリンさんが無知な状態でやった方がいいかもしれないですね。あ、確かに、はい、私が本当に普通にマッチングアプリ始めるんだったら、普通に多分自撮りで今こういう感じで多分撮ると思う。あ、やってください。じゃあどうですか。ね、もう本当も無難にこうとか。ああ、ありそう。よくありそう。よくいそうな感じ。じゃあとりあえず今日はよろしくお願いします。今こちら側にいるんですよ。さっき一緒に服買いましたもんね。そうなんです。じゃあちょっと一回、じゃあそのプロに指導してもらったマッチングアプリ用のお洋服に着替えます。はい。はい。というわけで着替え終わりました。完成です。てれてれてれーん。シチュー感がすごいですね。シチュー、シチューの CM 出てそう。あ、なるほどね、はい、難しい業界用語使われたのかと思った。違います。中止の業界用語じゃないです。うんだ、違うんだ。違います。意味、あ、なるほどね。寒いね、今日は。そうだ、今夜はシチューにしよう。あ、やってる。これはどういうお題なんですか。これはなんかとりあえずもう100モテ意識でもう男受けだけを考えてくださいって言いました。なるほど。スタイリストさん的には どこにポイント詰め込んでいただきました。やっぱ白が一番あの清潔感もあって、うん、やっぱ可愛らしさ漏れるので、うん、白のタートルネックに萌え袖ニット、うん、萌え袖、はい、萌え袖ですね、ポイントです、はい、下は、ロングのマーメイドスカートでちょっと大人の女性っぽい感じ。なるほど。色味はちょっと秋っぽい感じ。なるほど。なんか勝手に露出した方がいいのかなとかちょっと思ったんですけど、逆に良くない露出するのはあんまり。そうですね、ちょっと年齢とかにもよるんですけど、あ、あ、あ、見せたよ。大人め女子っていうあのお題だったので露出は少なめにします。なるほど、はい。もう一個ね、悩んでましたよね。そうなんですよ。なんか一応2候補買ってきて今ここで決めたんですけれども、ね、もう一個の候補がこういう感じで、これもめっちゃいい。そうなんですよ。なんかもう思い切ってミニスカートにしてみるのもありなんじゃないかっていう説も出てたんですけれども。スカートですか。あ、スカートです。あ、スカート、はい、こういう感じでもいいんじゃないかっていう説も出てたんですけれども、やっぱり直前になって私がなんか足を出すことにひよってやめました。膝コンプレックスがある、ね、膝コンプレックスがあるからさ。なんか膝変なんよね、私膝。なんか膝感が強いんよ。こんな感じないですけどね。いや、なんかね、動画で見てほしい。膝って感じなんよ。でも、この格好の方、絶対に慣れてますもんね。でも、それはなんかいいと思います。なんか余裕ある感じで、必死感が出ないというか。あ、確かに。うん、なんか本当に日常で、ちゃんと、なんか男友達とかと飲み会している経験のある人の格好って感じ。そうですね。うん。で、この後、外に撮影に行くんですけれども、あの外の時は、このバージョンと、あと上に、コートとマフラーをつけるバージョンで、もうこれまた、ほら、清楚なコートと清楚なマフラー。シチューがすごいですよ。シチューよ、ね、できちゃうよ。でこっからまた表情とかポーズとかシチュエーションとか背景とかそういうのも全部教わりますから、今日皆さんも真似できます、もしかしたら。頑張ったらできますか。できますね。頑張りましょう、皆さん一緒にマッチングアプリの成功を目指して。熱い。おーですよ。えいえいおーって言うとか攻めて、えいえいおー。行きます。じゃあ移動します。はい、というわけで到着しました。公園です。もう本当にザ公園ですね、うん、公園オブ公園みたいな、公園の中の公園みたいなところで、とりあえず今カメラマンさんにじゃあベンチに行きましょうって案内されて、うん、ベンチの前に来ました。来ましたね。でこれからだから座るのか立つのか、うん、寝そべるのか、うん、しゃがむのか、はい、かがむのか、はい、もうどうなるか分かんないですから、飛び越えるかも分かんないですね。飛び越えるかも、足かけるかもしれないし、本当ですよ、蹴り壊すかも分かんないし、蹴り壊すかもしれないし、うん、寝そべ
るかもしれない。さっき言いましたそれ。それがどんだ私V だ。はい、グイ。あ、いいんですよ。よろしくお願いします。いいんですよ。そのどうでもいい。早速大丈夫。はい、まあ、私も右も左もわからないのでご指導をいただけると嬉しいんですけれども、内緒で結構緊張される方もすごい多いので、はい、まずベンチ座ってる。どういうイメージですか？今普通にスマホ触ってる。イメージはもう最初スマホ触ってて大丈夫。わかりました。え、スマホ触ってていいの？いいです。これしなくていいの？それは後からやる。それは後からするんだ。あ、すごいですよ。ぽーい。あ、すごいわ。ちょっと彼氏待ち感もあるかなっていう。え、すごい。あなたは待ってますみたいな。確かに。ウィズ。ウィズ。あ、これ潜在そのプロフィール写真。そっちのプロフィール写真。YouTube 途中に出てくるやつ。うん。30代から始める婚活アプリみたいな。確かに。うん。ひろゆきさん監修。僕を待ち合わせるっていうのはすごいいいと思うんですよね。確かにポートレとかもやっぱいいですね。なんか質感が。いい感じで。確かになんかやらしさがないかも。うん。なんかイメージ分かってきました。分かりました。はい。実際に歩いてきてもらう。はあ、彼氏目線的な、はい、僕と待ち合わせした感じで、はい、すいません、お疲れ。ます待ちました。全然待ってないです。そんな彼女っぽくしなくていいですよ。普通にでいいです。あ、全然普通に待ってたよ。本当ですか、うん、何食べ行きますか？ハンバーグかな。ハンバーガーじゃなくてハンバーグですか？ハンバーグ、ハンバーグ以外で。ハンバーグ以外で。これは分かる人には分かるサイレントネタです。なんかいいのありました？いいのは撮れてます。ちょこちょここう連写してるんで、まあ、やっぱ半目のももちろん撮れてはいるんですけど、うんうん、その中でもなんかこれくらい横顔でこういうのとかは、あ、ね、あ、リアル。この決め込んでないものとか扱いやすいかな。なるほど。ちなみに半目はあります？半目はこれとかはでも半目かもしれないですね。あ、立派な半目。ちゃんと立派な半目ですよ。本当だ。この感じ。なんか外国の方とかに半目って言われて、半目とはどういう状態ですかって聞かれた時にこれですって半目です、うん、言える写真が撮れましたね。確かに。こちらにベンチ会場。次は次は、はい、はい、はい、なんか落とされる時みたいなシーンとか。確かに。めっちゃいいんだ。いいですよ。あ、いいいいいい、うん、自然体でね。本当にそれなんか作られてない感じしますもんね、うんうんうん、こんなに作ってるのに、この日のために服買ってもらって、本当ですよ、プロに撮ってもらって。あれ、え、なんか出てきました。なんか出てきました、小道具。なにこれ。空のスタバのタンブラー出てきましたよ。これいいんですか？スタバはやっぱスタバは便利ですね。スタバは便利ですね。出ましたよ。確かに分かる気がする。確かに、うん、でリアルになる一気に、うん、でちょっと口元隠すぐらいで、口元隠すケースで目線だけこう前方が、こういう、うわすごい、え、どう、うわすごい、指示通りにやっただけ、目だけこっち向いてくださいとか言って、すごいわ、100点出てる。ベンチは OK なので、こっちからまっすぐ歩いてきてほしい。わかりました。歩くだけですか？スタバは、スタバは置いときましょう。はい。あれ、お願いします。ありがとうございます。今のでいいですか？逆でもいいですか？はい。あそこになんか適当みたいなのが分かる。はい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 、あの辺で大丈夫です。はい、わかりました。もういいっすよ。撮ってない撮ってない撮ってないですよ。ね、どこ行くんですか？石像見てるな、ずっと。あ、役に入りすぎちゃった。石像見るやつ。表意型ジュフで。嫌なエキストラ。嫌なエキストラ。本当に嫌なエキストラ。あ、ごめんなさい。通常の正面の写真。はい。一枚だけちょっと。どこで撮れますか？ここに来てます。はい。あの、もう結構奥の方にいてくださいね。待って。あの奥の方で。え、待って。割とこう。ないよね。そこで一回ジャンプしてください。もうちょっと奥で、ドンって。なかった。よかった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 。ありそうな、ここありそうなんですよ、全部。なんか私今までこういうのされたことあるから。確かにね、うん、はい、というわけで今ね、ちょっとね、いや、なんかすごいスムーズにいったからもう一着いっちゃいますかってなって、さっきのね、そう、さっきの一回これは着るのやめましたって言ったやつも着てみました。いいですけどね。こんな感じです。あ、いいっすよ。いい感じに、あの膝の、私の一番嫌な膝を隠してくれてるから。そんな気にならないですけどね。まあ、これはまあ、あの個人のやつですよね、うん、なんか自分は気になってないけど、自分は気になるけど、はい、人から見たらそこがいいのにみたいなたくさんあると思うんで。よくはないですけどね。ああ悪くはないって感じ。ああ、はい、何その、一応なんか念押しみたいな。いやよくないですよね。勘違いしたらあれなんで。ああ、そっかそっか、それは大変、はい、じゃあいきます。次はなんかもう自然は十分撮れたんで、はい、ちょっと街っぽい感じ。確かにこの服的にそうですね。はい、に行くらしいです。行ってきます。はい、というわけで今ちょっと移動してきたんですけれども、今から街っぽい写真を撮るみたいです。はい、じゃあ行きます。はい、最後もうこういう感じの写真ができました。ちょっとこういう感じで今貼ってます。
皆さんから見えてるはずで、こういう感じになったんですけれども、最終的にこれを見て真似したいなっていうリスナーさんにアドバイスするとしたら、何を一番気をつけてほしいですか？まあ、男性の場合は自撮りは本当にダメ。自撮りダメ、まあ、洗面所の鏡越しの自分、あダメ、もうダメ。女性は、まあ、加工がすごい上手いんで正直難しいんですけど、顔小さくしすぎ注意。あ、なるほどなるほど。じゃあ結論、自然体で私が感じたのはそれ。確かにそうかもわかんないですね。こうでこうより、うん、本当に自分が楽しんでる様子とかを友達に撮っといてみたいな感じで、うんうんうん、あの中で一番良かったやつを、気になる箇所があればちょい加工ぐらいがちょうどいいのかもと思いました。確かに。あとはその文言のチェックがあるんですよね。そうですね。あとここからそのプロフィール欄とかチェックしてもらうので、それはじゃあちょっと今日やったの提出して添削してもらって後日紹介します。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、というわけであれからしばらく経ちまして、マッチングアプリで使う用の写真届きました。ありがとうございます。こちらなんですけれども、マジでめちゃくちゃたくさん撮った中から50枚ぐらいに選んでもらって、そこから異性セレクトっていう感じで、マッチングアプリに詳しい異性のスタッフに写真を見てもらって選定された4枚が届きました。すごくない？で、かつそこから肌補正とかシミシワ補正とか、なんかそういう軽くね、その最低限の加工もしてくれてる状態です。はい、というわけで4枚届いたので1つずつ紹介していきますね。まず1つ目がこちらです。こちらメイン写真におすすめ、清潔感、上品で柔らかい印象があり万人受けを狙えそうな写真ということです。はい、続きまして2枚目、こちらもメイン写真におすすめ、こちらはジャケットスタイルでクールな雰囲気で大人女子を演出できています。最初の1番目とは違い、私はクールで攻めたいなどであればこちらをメインにおすすめいたします。なるほどね。だからこれはもうどっちをメインに持ってきてもいいんだけど、お好みでどうぞっていう感じです。どっちが好きですか？皆さんは1番と2番お答えください。続きましてサブ写真におすすめ、こちらですね。あざとさが出ている可愛い女性がタイプな男性は思わずいいねを押す可能性大ですって書いてあります。やったー。やっぱこのスタバはいいよね。今は私スタバ飲んでるんだけど、このスタバのこのね、これ個人的には私これが一番自分の中で漏れてるなぁと思ってます。で、4つ目、こちらもサブ写真におすすめ、ピースをしていて決めている感がなく、友人と遊んだ時に撮った写真と思わせることができるので、プライベートの自分が相手に伝わりやすいかと思います。可愛いとクールの2つの表情が撮れているので、ギャップを生むことで異性も異性のタイプも窓口もぐっと広がるはずですと書いてる。こんな感じでした。ありがとうございます。この写真自分で撮れって言われても結構難しいと思うので、なんかこのサービスを利用してよかったなと思います。というわけでエミニーチャンネルマッチングアプリ始めます。まあでも正直ね、今までもね、なんか私マッチングアプリやってますよねとか言われたことあるんですけど、まあ、ほとんどが偽物なので、もしかしたらこの動画を公開してこの写真をもしかしたらね、エミリンですみたいな感じで使う人がいるかもしれないんですけれども、多分偽物である確率が高いと思うので、そのあたりにはお気をつけくださいませ。はい、では、エミリンチャンネル今年も残すところあとわずかですが、2022年も2023年も自分らしく頑張れるように頑張ろうと思います。バイバイ。